こちらの額にはね、愛宕山ってありますね。記念名は元禄8年です。立派な庚申塔だね。庚申供養塔。坂東秩父西国四国、188番の供養塔です。随分頑張りましたね。見るからに古墳ですよね。じゃあそちらの説明版を読みましょうかね。はい、高崎市指定史跡、平成元年12月指定、愛宕山古墳。愛宕山古墳は古墳時代後期の6世紀末から7世紀前半に築造されたと推定される円墳で、墳丘の直径は40メートル、約ね、高さ4メートル、石室が南東に開口している。石室は自然石の乱石積み四方を取る両袖型の横穴式石室で、全長約9メートル、現出場 3.2 メートル、奥壁幅 2.1 メートル、高さ 2.3 メートルである。金子地区の北西部の牛池川、染谷川流域には、昭和10年の調査で111基の古墳があったと報告されているが、この古墳はその中で最も保存状態の良いものとして希少である。なるほど。111基もあったんですね。南東部に開口している石室の入り口、そこです。どうでしょう。何か数字が彫られてる。入れますね。6世紀後半から7世紀初めね。すごいね。かろうじて腰を少しかがめればね、入っていけますね。照明持ってくればよかったね。現出です。はい。今度はね、入り口方向を見ています。でもね、本当にね、天井の石の輝きがすごいんですね。もう一回行きますよ。釣りましたかね。
はい、愛宕山古墳のね、まあ今墳頂部にいます。まあ先ほど入ってきたね、まあ石室、まあこの下なんですよ。まあ意外とすごい石室でしたね。まあ天井の石の輝きがね、幻想的でした。こういった石の枠組みも、まあ当時のままなのかな。まあ、愛宕神社でよろしいんでしょうかね。おお。まあ、冊子があってね、まあ、本殿。こういった感じなんだね。どうしようかな。まあ、ぐるっと回ろうか。愛宕神社がそちらです。まあこちらにはね、まあ石祠。これは、まあ基礎の部分に、まあお猿なのかな。合神石師かもしれません。ここはね、まあ、山岳信仰ですね。右から月山、湯殿山、まあ、羽黒山、供養石でいいのかな。こういった感じね。後期2600年、愛宕神社御遷宮記念碑。こういった愛宕山古墳でした。ご視聴ありがとうございました。